と関節緩めて、はい、1、2、そう、緩く握るってことはイコール関節が緩むからいいじゃん。体入れてこれば早くなるから全身運動に切り替えればいいから、はい、このまんま回り込む、そう、惜しいよ、クラブスピード私も上がったよ。スパイスの効いた、はい、まるまる。まるまる一緒にやっていただいてありがとうございます。今回ドライバー2弾ということで、うん、前回のちょっとおさらいを先にさせていただきたいんですが、まあ、前回のおさらいは、まあ、とりあえず当たるからくりっていうか、そのクラブヘッドが A 運動をして、はい、上昇軌道で当たるのはドライバーだよってことを教えて、うん、はい、であと丸く振るために、まあ、素振りはできてるけどボールが降りた瞬間に A 運動が直線運動になるっていうことが分かった、はい、どうしても当てにいっちゃうっていうところで、なぜかって言ったらボールを死ぬほど見てるからって思いましたね。分かりました。あとはもう A 運動で効率よく円かけるには右円はできたけど左円の時は左肘が硬かったから、はい、ここをちょっと緩めてやることによって劇的に変わりましたもんね。 A 運動の感覚はつかめたと思うんですよ、ね、変わりました。で今回はそれプラスそれに対してヘッドスピードを上げていきますんで、はい、前回本当に最後にちょっと関節のことをちょっとやったら全然変わりましたもんね、スイングが。やっぱりこうすごいじゃん筋肉。いやすごいすごいですで確か筋肉ってすごく大事だしいると思うし、はい、だけど僕から見てるとそれが邪魔するわけですよ。あーなるほど、はい、で僕は基本的に何よりかは絶対筋力あった方がいいと思うんだけど、はい、その下の骨格あるじゃん骨、はい、ね、骨だけでも打てるじゃん。確かに、はい、骨ロックじゃないけど関節、はい、ね、であの骨の関節が固まった瞬間に絶対無理だから、うん、どの関節を緩めて円運動をかけるかっていうのが分かれば、うんうん、これがその一つがここだったよね。そうです、さっきは前回のチェック方法はもうこれで一発で分かるよね、はい、そこからも今日は次の段階に進めたいと思いますけど、はい、はい、頑張ってついてきてください。はい、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では安楽さんのレッスンよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。やってみましょうか、はい、はい、構えていただいてまず素振りしてみようか、はい、はい、そこからそう、うん、はい、もっとスピード上げて、はい、はい、1、2、4、そう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 、あ今の、はい、もっと関節緩めて、はい、1、はい、1、2、そう、緩めてけ、これをここを緩めればこう曲がっちゃってもいいから、はい、まっすぐする必要ないし、はい、もう曲がってもいいから、もうとにかく緩めて振ってごらん、はい、とにかく緩めて、はい、緩めて緩めて、はい、緩めといて、めっちゃ速い、ほら長くなるじゃん、音が強なるでしょ音が全然強なるでしょ、確かに帰った感じもそう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 、はい、緩めて、とにかく緩めてごらん、はい、はい、緩めといて、緩めて緩めて、担いでもいいから、はい、はい、そっからそう緩めた方が全然 音が違いますね、スイングのスピード違います。よし、これで打ってみようか、はい構えてもらったら、はい、打ちたい方向に集中してごらん、自分の打ちたいどこ、あっちでしょ、あっちです、でピッチャーもあっちでしょ、はい、でボールに集中するないよ、向こう向こうって言っといて、はい、目線戻したら、はい、よいしょ、振り込む、そう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 、あ今の当たり良かった、そう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 、平行素振りしてごらん、はい、そのまんま、はい、はい、そこからでビュンっていう、ビュンってビュンってなるぐらい、もっと、はい、OK、はい、その時にビュンってなるでしょ、はい、なる時に一緒に体も使えばいいのかって、はい、もう一回、はい、そのまま平行で、はい、そこから平行でできるじゃんできるじゃん、お全身使って振ってるでしょ、はい、ね、このまんま全身使って振るじゃんこうやって、はい、別にここだけ振ってるわけじゃないじゃん、スピード出す時って、はい、こうでしょ、もうこの状態から、はい、この状態からこう軽くくるでしょ、こうやってビューンビューンって、はい、このまま、はい、これでまあここからこれ早いよね、はい、これ早いよね、これに体入れてこれば早いよね、はい、全身だよね、はい、うん、そういうこと、そういうこと、このまんま、はい、腕はこの辺までが限界だとしたら、これに対して体入れてこれば速くなるから、全身運動に切り替えればいいから、はい、とにかくもう緩めといてもいけばいいわ、どうしてもここで来たいから、ここにそれいらない割とでもなんかこう野球の素振りとかスイングとかのイメージの方が分かりやすいですかね、分かりやすいと思う、だから結局ヘッドがこう構えた時にどうしてもここに戻したいんですよ、これを、はい、これがいらないんですよ、自分が向こう向いてくれば最後にヘッドが来て当たるはずだから、はい、それをどうしても一緒に来たいんですよ、こうやって、あ、行きたいです行きたいですあるでしょ、はい、もうこのまんま要は遅れてくるはずだから、こうやって、はい、ね、構えていただいて、はい、こっち向くじゃん、
でそのままブーッとこっち向いてこれば絶対後からヘッドが来るから、はい、それをここで一緒にって下ろそうとした瞬間に固まるじゃん、はい、うん、で構えて、はい、構えて、はい、トップ作ってごらん、はい、バックスイングしました、はい、ビューン、はい、バックスイングしました、はい、バックスイングしましたね、はい、緩めといて、はい、緩めといて、はい、ダウンスイング方向に体回してごらん、絶対来るじゃんこうやって、はい、下ろそうとするでしょ、はい、自分が向こう回ろうとするとこれ下ろそうとしてるわけじゃん、はい、もう一回、はい、このまんま、はい、こうでしょ、はい、でこれもう一回素振りしてごらん、はい、トップ作っておいて、トップから体もこう回してごらん、ビュンって来るじゃん、おそのだからいらないじゃん力、はい、うん、で今度は下ろす力がいらなくなるから、はい、下ろすんじゃなくて構えて、はい、トップ作ってごらん、はい、トップ作ったらこのまま体もグッと回してごらん、よーい、これで来るから、うん、はい、このまま体回して、よーい、ドン、これで来るから、おもう一回楽にしといて、手楽にしといて向こう回してごらん、体、はい、よーい、ドン、これで来るから、はい、これで一回打ってみようか、 OK です、めっちゃいい、今の良かった、今のめっちゃ気持ちよかったです、素晴らしい、今の良かったよ、うまくリリースできる感じだよね、はい、じゃあ僕がどれぐらいで握ってるかね、はい、回してみて、あれこんなもんしか握ってないからね、そんなだって野球のボール投げるときどう握る、あ、軽く握る、うん、落ちる落ちないです、投げる瞬間はすごい圧力だよね、はい、一緒だよなるほどなるほど、形は変わらんと思うよ、そんなにこの形はもうプレッシャーの圧力だけで、だからこれが持ち前さんがこう横にぐるぐる回すじゃん、こうやって、はい、これが勝田さんでしょ、で構えたらもう俺の場合も回ります、勝田さんの全然動かなかった、これがいいとか悪いじゃなくて、はい、リリースしたいんだったら、だから野球でやるとめっちゃ分かるでしょ、だって野球で遠くに球投げるときに絶対こんな風に投げないから、うん、あ、握らないです、握らないです、でこう握るはずなんだけど、はい、こう握ってるからといってこんな風には絶対ならないから、ならないです、それだったらこれ持ってたら折っちゃうじゃん、はい、緩く握ってても絶対反射で締めるから、はい、確かに、でもなんか野球とかと通じます、通じるから全部、はい、意外とシンプルに考えた方が、シンプル、そう、緩く握っといてやってごらん、したら緩く握るってことはイコール関節が緩むからいいじゃん、あ、確かに全然今使われてで、それで振ってごらん、はい、ポジション、お、いい感じ、いい感じ、そう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 、でそのまんまバックスイングで、はい、行って、はい、よいしょ、そう、クラブスピード 49.5、 トータルが300超えました、 304.9 超えました、分かる、抜けばいいの、はい、向こう向くから振るわけじゃん、はい、うん、腕の力、それを振りながら向こうとするからおかしいわけじゃん、はい、だからここから振りながら向こうとするともうゲットが勝つ状態になってきてるから、はい、もう自分が先向いてるみたいな、構える、で緩めといて、はい、ヘッド浮かしといて、こうやって、はい、浮かすぐらいの感じでいいよ、はい、ゆるゆるに持って浮かしてごらん、クラブヘッド、ソールから、あ、そう、下から浮かしておいて、そう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 、それで振ってごらん、空中振ればいいから、それで、はい、振ってごらん、はい、よいしょよいしょ、そういう感じ、おで空中に浮いてれば、空中に浮いてれば空中振れるじゃん、はい、置くじゃん、戻すじゃん、はい、浮いとけば振るじゃん、はい、いい、次いきますよ、構えます、はい、ちょっとヘッド浮かしておいて、はい、浮かしておいた、こう重さを感じるぐらいなわけでしょ、はい、で 浮いて空中浮いてるじゃん、はい、その浮いてる空中を振ってきゃいいから、はい、振ってごらん、それで、はい、はい、いけ、動いて、はい、関節緩めといて、ビャーッ、ドーン、そういう感じ、ほら、振れてきたじゃん、これは今なんでかって言ったらボールに合わせれないでしょ、合わせない、戻せれないでしょ、はい、置くと絶対戻すのよ、で戻すってことはそこが終点になってるから、はい、でも浮かしてると分かんないでしょ、分かんないです、この辺りが、はい、そうするとこの辺加速しながら横に振ろうとするから、はい、はい、もう一回、はい、構える、はい、ヘッド吹かしといて、さあさあさあ、そのまま空中振ってごらん、ビャーンと振ってごらん、空中を、はい、よいしょ、そう、ボールからクラブヘッド離せば離すほどスピードが出るのよ、じゃない、今めっちゃ離してあげて、離しました、ここにボール置くじゃん、はい、でこれをじゃあ持ってこの辺置くじゃん、はい、でこの辺からヘッド浮かすの、ちょっと浮かしといて、はい、ここは振ってごらん、もう一回振ってごらん、そこから、はい、よいしょ、そう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 、今ちょっと、ちょっと当てに行けないでしょ、あ、いけないです、うん、もう一回、もう一回いくよ、はい、はい、構えていただいて、ポジション取る、はい、そこから結構離しておいて、はい、でヘッド浮かしておく、
はい、浮かしておくのね、はい、緩く、はい、でそのまま振ってごらん、はい、空中ビュンと、そう、OK、もうちょっと近づけていいかな、はい、はいはい、アドレスでクッと体を起こしておいて、そう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 、ヘッド浮かしておいて、ヘッド離しておいて、そうそうそう、そのまんま回り込む、そう、おー惜しいよ、いやちょっと薄かったですね。クラブスピード54 54.1 です。でしょ、言ったじゃん、もっと出るって、うん、もっと出るもん、絶対もっと出るもん、えっと10上がったよ、じゃ10上がりましたね、確かに、だけど本人振ってないでしょ、振ってないです、ね、でしょ、だからこれここなんですよ、本人は10上げようと思ってやってないでしょ、うん、一番最初のその43とか40の時の方がそのフローでフローとしてやっぱガチガチになってた分、そうだ、ね、連動性が分かってこれば、はい、いけるよいけるよで絶対こうやって抑え込むと体が回転しなくなるから、はい、少し起こしとけば体回るじゃん、はい、全部そういうのがつながってくるから、はい、ああ今ちょっと分かってきた、分かってきた、分かってきた、はい、体幹でいったってライトでしょ、これ今気持ちよかったです。クラブスピード 51.4 トータル 291.5 です。おドラコン目指していただいた方がいいかもしれないですねはい、ではレッスンをしていただいたんですが、とりあえず最高スピード54までいったからね、行きましたね、54までいきましたね、ヘッドスピード10上がったすごいですよね、10上がるって、ね、10上がったけど分かってもらいたいのは、10上がったことはすごいんだけど、本人の中では別に、はい、おりゃーなじゃなわけじゃないでしょ。あ、全然です、ね、めちゃめちゃ思いっきり振ってるっていう感じじゃなく、そう、さっきもやってる時もおっしゃってましたけど、はい、最初に打ってた時の方が出そうとしてた、あ、してました、力入れてでしょ、だけど今の方が楽な形でスピードが出てきてるから、うん、要は体の連動性がなんとなく分かってこれば、分かってきました、順位としてね、はい、そうまだちょっと骨格の辺でグリップとかがこうなってる部分もあるから、そこはちょっと直せばいいと思うんですけど、はい、いや、行くと思うよ。いや、そうですね。290いくつとか300とか出たからね。いや、1回304行けました。もうドラコンを目指していただいた方がいや、だってまだ1ラウンドだよ。そうですよね。もう結構なんか忘れてましたけど。ベテランのように話してるけど、まだ1ラウンドですからね。そうですよね。はい、なんかこれから、まあ今まだこうミート率だったりとか、うんうん、あの方向だったりとかっていうのが定まってないところで、クラブスピード、そう、もうクラブスピードさっき上げてみましたけど、ちょっと教えていただいただけで、ね、それは一番の重要性は、これは筋肉では上げてないじゃん。上げてないです、全然ですよ、ね、まずは連動だ、だどういう連動性でヘッドが来るからスピードが上がるってことが分かったことと、はい、あとその連動性を効率よく動かすためにはもう骨ですね、あの見本はい、あの理科室にあるカタ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 っていうあれだよね、あれのイメージでした、うん、あと1点、あのクラブヘッド浮かす、クラブヘッドボールから離して浮かすって僕毎回いろんな人に言うんですけど、はい、ちょっとやってみましょうか。これ要はあの、まあ、ドライバーってここに置くじゃないですか、はい、でここに置いてここに戻してもいいんだけど、はい、実際問題いいスイングの時って絶対手前から手前に落ちて上がってきてるわけだから、そうですよ、ね、僕の中ではここに置く必要ないじゃんと思っちゃうわけですよ、うん、はい、構えの時にちょっと離してもいいんじゃないのって、はい、で離して置いてもいいんですよ、うん、あ、置く人もいっぱいいますし置いてもいいと思う。でも置くと動けない人ってここが終点になっちゃうんですよ、うん、そこに返しに行こうって、そこに返しに行こうとしてそこでホッとするでしょ、ホッとしますで、ね、行こうとするんでなんかそのまままっすぐ、そう、まっすぐそこに向かってぶつけていくから、はい、でそれを離すことによって今度怖いんですよ、うん、もうなんかふわふわでこの辺がなんかふわふわで怖いの、うん、はい、ふわふわで怖かったらどうなるかって言ったらこの辺ある程度スピード出そうとするから、はいだよね、その感じでした。それでも結果的に触れるっていう、結果的にこの状態から浮かしておいて、置くと戻す、はい、浮かしておけば浮かしておけばこのままこの辺りをこうなんかスピードつけて振ろうとするから、うん、でそれがアッパーなのかレベルなのかまだいろいろありますよ、はい、技術によって。だけど戻すことはしなくなるから、うんうん、だって離して浮かせただけで格段にスイング変わりましたもんね。変わった変わった、なぜかって当てに行けないから、当てに行けないから
そう、これはもう本当にいろいろな人やった方がいいと思います、はい、僕は、うん、ずっと言うじゃないですか。そうですね、いろ、うん、んな形で置いてもいいし、まあ、くっつけてもいいけど、いろんな形を試してみて、くっついて置いて構えることがダメじゃなくて、うち、はい、に行っちゃったり突っ込んだりするんだったら離してみるとか、うん、で離してもまだうちに行くんなら浮かせるとか、うん、何パターンもあるじゃないですか。そうですね、それはもうなんかそれぞれ皆さんあのいろいろ試していただいて自分に合うのを見つけていくっていう。でボールに寄せれば寄せるほど突っ込みやすくなるはずだから、うん、で離せば離すほど球は捕まると思うから、うん、その代わり当たらないと思うから本人はね、はい、だけど当たらないんだけど振ると当たった時にいい感じになるはずだから、はい、うん、それは調整しながらやってもらいたいと思いますね。はい、はいはい、では一旦レッスンはドライバーのレッスンはこれで終了ということで、はい、私も見ていただいたんですが、はい、まだラウンドも1回しか行ったことないということなので、はい、アイアンも、はい、了解です。アイアン見てみましょうか。はい、ことなので、はい、次回はアイアン編ということでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらです。せーの、また見てね。